はい、今日はですねカジノマルタに来てます。カジノマルタはマルタ島で一番大きいカジノなんですけども、今日はですねガクトさんといろいろ対決していこうということで、カジノマルタをですね貸し切ってこの中でガクトさんと3本勝負を、ブラックジャック、バカラ、ルーレットの順でですねしていきたいと思います。何で勝負するかっていうのをねいろいろ考えたんですけど、ポーカー、スパーリング等々は勝てる気がしないので、ちょっと運に頼ろうじゃないかと。2分1ですからカジノは勝ったろうと思います。で、ガクトさんのガクトの負け方っていう T シャツを作らせてもらおうと思います。行ってきます。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。 ガクトです。ということでカジノ貸し切りにしてみました。まさかのですが、通常はカジノっていうのは、基本的に撮影ができません。撮影許可取るの結構めんどくさいんです。コネがなかったりとか、撮影の申請を出したりとか、結構特に国が絡んでる事業なので、カメラを持ち込んだりとか、カメラでそのカジノの中を撮影するのっていうのは結構大変なんです。ところがですね、今回、マルタに来まして、マルタで一番の金持ちに偶然出会いまして、そのファミリーがなんと、マルタのカジノを所有してたという事実が分かりまして、撮影していいかって言ったら何でもやってっていう、はい、本来サングラスもダメなんですよね。あ、ダメです。サングラスもダメです。何でもかけてっていう。というわけでカジノの中の撮影も全て OK になり、でここVIP ルームなんですけれども、VIP ルームでの撮影も OK となりました。せっかく撮影が OK になったということで、なんかできないかなと。あ、その前にこのカジノを紹介したいと思います。マルタにはですね、マルタ共和国にはカジノがいくつかありまして、まあ有名なカジノがかなりあります。で、最近ではインターコンチネンタルが新しいカジノをオープンしたりとか、まあかなりの数この周辺には、この近辺にはカジノが いくつぐらいあるんでしょうか。僕が聞いたのになんか5個ぐらいあるって聞いて、5つ、まあそのうちのいくつをそのファミリーが所有しているのかは不明です。ここが最大みたいですね。ああそうですか。一番大きい。ああそうですか。でですね、せっかく貸し切りにできたので、ここで3本勝負やりたいと思います。本当にガクトは強かった。強いのか。いや強かった。もう勝負はやる前から分かってます。あれですか、僕勝ったら放送されないとかそういうやつですか。ホット、いきなりなんかぶっ込んできましたね。いや全然。ちなみに僕昨日、ポーカーの大会で、マルタに来てから2回目の800万-900万ぐらいの、賞金を手にしまして2位になりまして、はい、聞きました。マルタに来てから1500万ぐらい、もうすでにポーカーで勝っているので、ポーカーだと多分相手にならない。そうですね、はい、そうですね。ので3本勝負、ルールは簡単、まずは1ゲームずつやりましょう、1ゲームずつ、で1本目ブラックジャック、ブラックジャック、2本目バカラ、バカラ、3本目ルーレット、ルーレット、で使っていい金額決めます、はい、こんな VIP を抑えているにもかかわらず、はい、1ゲーム目ブラックジャックに使っていい金額、はい、ドン、1000ユーロ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 ですか。はい、安いですね、はい、ちょっと VIP を抑える意味があったのかっていう話ですけども、で2本目のバカラ、使っていい金額発表、はい、1000ユーロ、はい、そして3本目、ルーレット、逆転しする、あ、そうですね、ね、むちゃくちゃな張り方をする可能性があるので、500ユーロのみ、減りましたね、はい、トータル2500、あ、いいですね、ユーロで、負けた方が、勝った方に、勝ち金も全部含めて
はい、おごると。あー、なるほど、いいですか、もらっちゃって賞金を渡すと。はい、なんて言った今、ぶっ飛ばすと。でも僕、実は昨日こそ練習に来てんですよ。練習で200万負けました。バカじゃねえの。バカじゃねえの。そんだけもうここ僕もう慣れてますから。意味わかんない。あのもう温めときましたバッパを。今日200万、200万負けた。200万負けました。僕は250万です。僕は850万勝ちましたね。ですよね、はい、もう使い切りましたよね、運をね。はい、運を使い切りました。あのぶっこんできますね。意外と。いやいやいや、全てはもう僕今日絶対勝ちたいと思ってるんで。あー、 OK ですよ。多分皆さんもガクトさんが負ける姿ってあんま見たことないと思うんですよ。で今回ガチですよね。まあほら、なんていうんですかね、勝つために生まれてきた、はい、と言っても過言ではない。でも僕世界で一番ガクトの勝ち方を読み込んできた男としてであるのは間違いないと思うんですよ。あのね、はい、あのはっきり言いますけど、はい、これあのガクトの勝ち方の打ち合わせで今回マルタに来たじゃないですか、はいはい、そうですね、でこうやって撮影するじゃないですか、はい、ガクトの勝ち方の読み込んだって言って負けたら、はい、ネガティブプロモーションですよ。勝ちますから。あ、でもまあガクちゃん勝ったらやっぱ著者は強かったなんですけど、僕が勝ったらやっぱの読み込めばガクトさんにすら勝てるっていうものすごいプロモーションになるんで、次の本のガクト超思考術のプロモーションにもつながると思うので、僕も今回マジで勝ちに行きたいなと。逃げるっていうのを考えないようにルール決めましょう。決めましょう、はい、テーブルで10回回します。10回、はいはい、10ゲーム10回で交互に先行後攻を入れ替えます。それはバカラですね。いや、ブラックジャックも。だから先に座る、後に座る、次のゲームは先に座る、後に座るっていう風に入れ替わってきます。あ、ブラックジャックとか同時に一緒にやるんじゃないですか。ブラックジャックは同時に一緒にやるんですけど、下茶の権利が結構強くなるので。そうなんですか。そうです。教わってないですね、そのこと。下茶次第で勝てるか負けるか決まっちゃうので。なるほど、はい、なので交互ということですか。交互に変わります。はい、というわけで、ブラックジャックでは10回勝負します。はい、バカラも10回やります。はい、でバカラに関しては先に張った方が、はい、後に張った方は必ず半目に張らなければいけないという。なるほど、常に対決ってことですね。はい、常に対決、はいはいはい、そしてバクさんめくり方とかご存知なんですか。生粋のギャンブラー。本当に。なるほど。必死のギャンブル。最後はルーレット。はい。一発逆転。はい。5ゲームにしましょう。5ゲームにしましょう。あの100ドルずつ、100ユーロずつで。はい。そうですね。はい、あ、5ゲーム。そうですね。はい。というわけで、3種目のゲームを10回、10回、5回で分けてやりたいと思います。はい。今回のカジノは、マルタカジノ。マルタカジノ。の VIP ルームで行います。そんなわけで、Let's go。Don't forget to always walk on the wild side.